菊池さんが殺人犯だっていうデマが広がってるんです。え、これ見てください。え、僕が殺人犯？こんなに長い間やられて、なんで今まで警察に来なかったんです？殺人犯がのうのうと暮らしているなんて許せませんよ。ブログに書き込んだだけで何が悪いんですか？イライラしてたり腹が立った時は情報から離れることですね。スマートフォン使うのをやめるとか。